さあどうも、アベタツ TV のアベタツです。はい、やってまいりました。イエス。はい、というわけでね、なんかさ、最近さ、思ってるのがさ、このさ、どうもアベタツ TV ですとかやるけど、その、なんか付け足したいよね。誰かやってるじゃん。そう、そういうのやりたいと思ってはいるんだけど、そう、思いつかないんだよね。なんかいいのないかな。なんかこう、付け足してこうポピュラーにしたいんですよね。それがね、なかなかちょっと思いつかなくてね。ハルユーチューブ。お前は瀬戸康史か。こういうの、もうどうでもいいのはね、置いといて、僕今これカメラ久々に NX5R で撮ってるんですけど、久々に撮るとね、ちょっとね、やっぱね、画角がやっぱ広くて、ちょっと混乱します。そう、混乱します。はい。混乱しますけれども、今日撮ってます。なぜかと言いますと、今日これなんですけど、僕が今動画撮影で頑張って使ってるんですけど、これは EOSKISS X7i っていうね、エントリーモデルって言われてるんですかね、わかんないんですけど、バリアアングルの、一眼レフですよね、こういうね、こういうやつ。で、60D、70D、あと今 80D っていうのも出てるんですけど、これの上位、もうかなり上位機種のやつでね、出てるんですけど、そっちと比べたら、機能性的にはちょっと、あと画質とかもちょっと劣る部分はあるけども、一眼レフとして、手軽に使えて、あとはね、値段的にもね、その 80G とか 70D とか 60D と比べると、安く買えますよっていうものでございます。で、その代わり、これはね、大体動画撮影でよく使うんであれなんですけど、僕はこれ使ってます。で、動画撮影自体は大体30分ぐらいが連続で撮れますよって感じです。ね。それはちょっとしょうがないんですよ。いいんですけど、だけれども、一つ、ちょっと僕悩みがまた増えまして、せっかくこれね、これカメラ買って、じゃあ、動画作れるね。ゲーム、マイクラやってるから、マイクラの動画も撮れるねっていうので、こうやってるんですけど、こうね、こういうマイクとか、フードとかも買ってやってる動画あるんで、よかったら見てください。はい。僕、その買った時に、悩みっていうか、なんか、どうしようかなって考えてたのがあって、バッテリーなんですけど、これ、僕今、純正のバッテリー2個あって、これなんですけど、これバッテリーね、2つあって、これをこう、充電、互い違いにこうやってって、交互に使ってるって感じなんですけど、入んねえ。入んねえ。なんですけど、やっぱりね、バッテリー切れちゃうと、もう交換しなきゃいけないんですよ。あとなんかメモリーが4つあって、メモリ4つ ?4 つぐらいかあって、なんかこう、あと半分ですよってなった時に、急激に減りが早くなるんで、多分、ギリギリまであんま使ってないんですけど、もう、なんかもう半分ぐらいなくなっちゃうと、もう怖くなっちゃって、もうすぐ交換しちゃうんですよ。で、その手間が、クソめんどくせえと思って、今日はそれを解消するべく、こういうカメラをアダプター駆動させるものをちょっと買ってみました。で、これがですね、実はちょっと純正でもあるんですよ、これ専用のアダプターが。ただ、それちょっと、7000円ぐらいするんですよね。7000円ぐらいするんで、ちょっとなって思ったんですけど、ちょっと別のやつを買ってみました。で、今日そういうちょっと動画なので、うわーんって感じです。というわけで、はい、こちら、Amazon で買いました。久々にちょっと Amazon の箱を開けたいと思います。ちょっと電話来ちゃった。来た。はい、というわけでね。はい、今の日用品のやつなので、関係ないです。はい、というわけで、はい、改めまして、こちらですね、Amazon、箱を開けていきたいと思います。ソン、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 はい、ソン、チャス、チャス、はい、2つ、なんか出てきたんですけど、これ2つ、ちょっと今日買ったんですけど、ソン、まずこれ、これね、これはですね、今、動画で撮影今使ってるこの 5R のやつです。これがね、ちょっとね、ちょっとどうなんだろうっていうのがあるんですけど、ちょっと買いました。はい、これバッテリーチャージャーってやつなんですけど、これ Amazon で買ったやつなんですけど、 5R 用のバッテリーのチャージャーと、あとはAmazon パイペイ超パイサイサイ、はい、こちらですね。はい、こちらが予備バッテリーが2つでございます。これはですね、純正品ではなくて互換品でございますので、あんま良くないと思います。はい、で、あとはケーブルついてました、なんかついていました。というわけでね、こちらはですね、今 5R 使ってるんです。これはバッテリー駆動させてます。で、これ今純正のバッテリー1個しか今なくて、もう1個予備買ってたんですけど、それちょっとダメになってしまったので、ちょっと
まあ、今後も多分使っていくであろうということで、買いました。大体まあ2500円ぐらいですね、これセットで、まあ、こういうリチウムイオンバッテリー、まあ、ちょっとこんな感じですね。大体こんな感じ、こんな感じです。チャージャー、これなんか前買ったやつとなんか一緒なんだよな、形が。はい、なんかこういう感じのやつです。で、僕が前持ってたこれかぶっちゃったんだけど、これ前持ち出したやつ一緒なんだよね、全く。で、これコンセントに挿すのとアダプター駆動させるやつがあって、これコンセントしかなくてコードついてなかったんですよ。だからコンセントぶっ刺してってやつだったんだけど、今度はこれはこういうね、見えるかな、こういうやつね、こういうやつがついてるんで、コンセントこれぶっ刺して、よいしょ、ぶっ刺してコンセントで充電ができるということで、まあ、干渉しなくて済むということですね。で、まあこういう風に充電していくと感じです。こんな感じで充電します。まあ、2つありますよと、いうことです。これはまあゆくゆく使っていくであろうと思いますんで。そう、こいつもね、最近ちょっとバッテリーの減りがね、ちょっとね早くなってきたのよ。だからね、予備バッテリーは必要ですね。はい、っていうのと、あとは別本題、今日の本題ね、ちょっと暗くね、こう暗い、今明るくなって、これマニュアルで撮ってるからさ、なんかさ、変わっちゃうのよ、ズームすると明るさが、 F 値が動いちゃうんだよね。そこがね、気になっちゃう。こちらでございます。 G ランド M アディションAC アダプター 5X4 など対応キット PSE 対応ってやつで、こちらですね、 ACKE87.4V2A ってやつなんですけど、Oh my god, oh my god, oh yes, yeah, hi. はい、こういうやつなんですけど、これはですね、こちらを AC、まあ、アダプター駆動させるためのコードの互換品でございます。はい、これも大体まあ3000円ぐらいで売ってたんですけど、買いました。シャキン。第2ハーフの残り7分の時点でボーリンググリーンが52対51でエヴァンスビルにリードされています。俺何もやってないんだけどさ、シリが勝手に動いたんだけど、どういうこと？え？え？意味がわかんない。で、どうした？え、どうした？ACE で反応してんだけど。ほら、ACE で反応してんだけど、勝手にシリが。え？どうした？俺、ヘイシリなんて言った？すみません。的外れだったようですね。あ、もういいや。はい。というわけで、気を取り直してやりましょう。はい、ケーブルが。いっぱい入ってます。これコンセントね、さっきとなんか似てるね、一緒だね。こういうやつね、こういうやつと、あとこのアダプターでこんなやつね、中身出しましょう。ほい、こういうやつね。で、あとはこれね、これが要はバッテリーの中にぶち込むやつですよ。要はこれがね、要はこういうやつをここでバッテリーのところに入れて駆動させるというやつです。これどうやってつけるんだろう。あ、ここに刺すのね。なるほどね。ここにね、穴があるんですよ。そこに刺すんでさ、アダプターをで、バッテリーの本体の中に入れるというものでございます。マイクラの動画をね、そのバッテリーを気にすることなく使うことができるんですよね。まあ、言うてもこのマイクがさ、ここのさ、マイクがもう電池だからさ、そこもなくなっちゃったらあれなんだけど、結構持つのよ。カチャッとこんな感じでつけました。で、これをまあ刺して使うんですよ。で、これ全部ね、コンセントの部分もちょっと今つけちゃいます。長さもね、結構重要だからね、短すぎるとちょっとなんなんこれってなっちゃうから、これで故障したってなったらちょっと対象外になっちゃうんであれなんですけど、これも自己責任ですから。ただね、評価とか見ると普通にね、EOS シリーズとかでもガンガン使ってる人がいて、カメラマンさんとかでも AC アダプターこれ駆動で全然大丈夫ですよみたいな。結構長い。意外といける。じゃあちょっと入れてみましょう。ここ入れ方がさ、謎なんだよね。こうじゃん。この向きで入れます。で、外に、あ、これすげえ。ちゃんとさ、今知ったんだけどさ、これもさ、純正で AC 駆動するからさ、これ同じようなケーブル出るのよ。ここちょっと俺にピント合わないでいいよ。ここがね、こうなるのよ。だからケーブルをこうやって出させとくことができるんですね。で、こうやって締めれると。ほら、すげえ。こういう仕様もあるんだね。
あ、これで噛まないってことね。じゃあこれでちょっとコンセント挿して電源つけてみましょう。じゃあ電源ちょっとつけてみますね。いきます。スイッチオン。ついたんだけど、聞こえるかな、こっちで拾ってるかな、ちょっとわかんないんだけど、なんかね、聞こえる？って言ってるの、言ってるの、ティルテル言ってんの。なんか、え、なにこれ、え、なに、え、なにこれ、え、なにこれ、ね、ティロティロ言ってんだけど、なんかここからティロティロ言ってるの。しかも動画、写真のモードと動画モードでこれカメラ切り替えられるんですけど、動画モードの方がうるせえ。え、聞こえる？この距離だったらどう？この距離で聞こえる？入るかな？ちょっと。これで入るんだったら、俺これでマイクラ取れない。え？ちょっと待って。え、ちょっとこっちに切り替えていい？こっちに切り替えるね。はい、こちら今 EOS Keys X7i で撮ってます。切り替えました。で、一応ね、あのホワイトバランス的な部分もね、同じにしてみたんだけどね、ちょっとこっちとこっちなんか違うわ。なんかやっぱ違うわ。なんか違うね。うん、はい。で、これ今撮ってるんですけど、ガンマイクも今オンになってるよね。なってるよね。え、聞こえる？俺すごいここの距離で聞こえるんだけど、ここ拾ってんのかな音。これまずいね。これは非常にまずいですな。でも俺ここでも聞こえるんだよね、キーキー。え、怖いんだけど。ちょっとこれ一回見させてください。ちょっと聞いてみたんですけれども、結果そんなにっていうのは、なんかイヤホンと普通のこっちで聞いてみたんだけど、そのチロチロって音は聞こえなかった。どっちかっていうとこっちのマイクのこっちのこのノイズの方が勝ってたまあなんとか使えるかな、なんとか使えると思われる。なんかチロチロが怖かった、マジで。何これチロチロって音と思った。大丈夫なんだよね、これ使って。まあ多分ダメなんだと思うけど、ちょっと今焦ったわ。まあ、あの、毎回これを使うわけではなくて、ここで、なんか長い動画とか、あとはまあ普通になんかレビューとかの動画で長く撮るとか、あとなんか変な、ね、動画、変な動画ってなんだよ。変な動画撮るときとかは、あの、そういう AC 使って撮ろうかなと思います。バッテリー気にしなくて済むから、本体の。本体のバッテリーがさ、切れてさ、カシャって切れたらさ、めんどくせえじゃん。めんどくせえしさ、あとその、あ、交換しなきゃっていうのがさ、めんどくせえじゃんっていうのがあるので、そういうストレスなくして動画を作りたいということでございました。また動画が撮りやすくなったんじゃないかな、これで、と思います。で、こいつもね、まあ、今後もね、使っていく、いくので、というわけで一つ僕の悩みがまた解消されました。まあ、それでね、まあ、撮っていきたいと思います。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ね。バイバイ。